ぱりこの結婚式に参列できる人数をある程度絞らないといけないっていうね、うん、状況もあるから、確かにその配信っていうものを使えば多くの人たちに届けられるのがありますね。そう、呼ぶ予定じゃなかった人にも送れる。あ、それはいいですね。のも強みだし、うん、あとは現場に足を運べないおじいちゃんおばあちゃん、そうか、とかやっぱ絶対見たいと思うんだよね。